トリリオンゲーム、あー見る候補に私入ってないですね入ってないな。何テレビでちゃんと見てるの？私もうねテレビつけてないんだ、ここ半年ぐらい全部 TVer で見てる。あ、半年は嘘だ、だってベル美女と野獣見たもんテレビで。でもリアルにディズニープラスに加入するか悩む、だって見たいんだもん、見たいんだもんディズニーの作品。食べてたまちゃんありがとうアイス、はい半分いただきます、ありがとう。真夏のシンデレラ、あ見ないですね多分。青春キラキラ物語だよねきっとあれ違う失礼ちょっと見ないですね多分。たまちゃんアイスありがとうございます、ミックスいいね、チョコとバニラミックス美味しいよね。あ、もののけ、あーもののけ幼稚園ぐらいの頃に一回見たことがあるかなぐらい。本当に私は泣ける系の映画見ても泣けなくてし、本当にディズニーが好き、ディズニー作品が好きで、ジブリとかも全然見たことがないし、ドラマも青春キラキラとか恋系恋愛系じゃなくて、もうあれよ、あれ、それこそ、まあ、警察系の話が好きですかね私は。刑事系、そう刑事系のが好き。お、マスオくんアイス、あ普通のバニラ、あ溶けそうなアイスですね。あ、かき氷ありがとうございます、ありがとうございますメロンかな、あーかき氷だったら私何かけるかな、だいたいブルーハワイかイチゴをかける気がします。メロンは選択肢にないですね最高の教師、あ見る予定ないですね。なんだっけ、なんか前田敦子さんが出てるドラマとりあえず1話見た、なんか面白くなりそうな予感やった。おーおすごい、あいちごもあるんや、山ちゃんありがとうありがとう。かき氷さカフェとかにあるさ1000いくらするかき氷食べに行きたいねんな、誰かなんかさかき氷食べに行こうってさ誘うのってなんかかな、かき氷その子が好きか分からへんやん。あもう全然もう片付かないよ、もうやめよう、髪痛めるだけよそれはまだ見てないよ、見てほしい、ちょっと意味わかんなかったからそうだから意味わかんなかったから2話以降がすごく楽しみで、え、どういうことみたいな。ディズニーだとトイストーリー3が一番好きだな、泣いた。あートイストーリーね、トイストーリーか、泣いたか、そうか。ロッツォが出てくるのは何かな、3かな
なんかね、あのはわわわ逃げなきゃみたいなシーン多いじゃん。もう私あれ早送りしたくなっちゃうね。もう早く早く早く、あーあーあーって、どうなんねどうなんどうなんねみたいな。いや、せっかちなんかな私多分。だから、うーん、山ちゃん、クマいっぱいありがとうございます。なんかめっちゃくれた、クマありがとう。山ちゃん、エアコン代になります、ありがとうございます。あー、ありがとう本当に。やった、クマいっぱい、嬉しい。鹿児島の白クマ食べたことありますか？鹿児島に行ったことがないかもしれない。このクマちゃんでお洋服買えるかのイベントの。もののけ姫終わり。あ、さっきプリンセスもののけってそういうことか。もののけ姫の姫か、そういうことか。あ、ビバン一番おもろかった、わかる。あれはちょっとさ、見てほしいな、みんな。あれはもう本当に、あの俳優さんたちの演技力がもうもうもう、これは映画ですかって。まあ1話ほんまになんか逃げるシーンしかなかったけど、一生逃げてたけど、それがまた面白くて。阿部寛さんいいね、あれあれあれいいわ、あれすごく好き、あの役、ああいうの好き。ああいう人物が好きなんじゃなくて、ああいう役をする阿部寛さんが好き。ビバン分からなかったけどスケールはすごかったやんな。そう、あれほんまに、私あれ砂漠のさ映像から始まったじゃん。いや CG やろ、めっちゃ CG やんとか思っててやんか。そしたらさ、あのあれなんよね、実は本当に砂漠に行って撮影したという。嘘でしょって、そうスケール本当にでかすぎて、しかも普通に1時間ぐらいのドラマかなと思ってバーって見てたので、私ドラマ一気見なかなかできなくて、途中で違うの違うことしたりして、でまた戻ってきたりするんだけど、あれ結構まだあるなと思って見たら1時間半、1時間半もあるやんと思って、けど1時間半全部おもろかった。ドラムさんが良かった。え、わかる。あれはもうやばいよね。あれ熱い。今後どうなるんだろう。あの1話だけなんかな。うん、めっちゃね。めっちゃ良かった。わかるわ。本当に。鳥取砂丘、どっかの国の砂丘だよね。ツイッターで言ってたんだよ。ツイッターでさ、ビバン、ビバンでいいのかな、ビバンして、ビバンって調べたら、そう、それが出てきた。CG じゃなかったみたいな、すごいですね。モンゴル、あ、モンゴルまで行って撮影したってこと、やばくない？じゃああのさ、街並みとかもさ、ガチモンゴルなんかな、すごいと思う。もう今時だってさ CG でどうにでもなるっちゃなるじゃないですか。そんな中ね、たった1話のあのシーンのために、いやすごいわ、日曜劇場すげーって。二宮さんがサプライズで出て話題になってたね。そうやね、どういうことあれ、誰何役。なんか馬に乗って馬に乗ってた気がする。前回の日曜劇場って何だったっけ。なんかさ、日曜劇場っていつもちょっとスケールが大きくて、なんかしらちょっと話題になるイメージがあってさ、だからそう、日曜劇場を見てみようと思って、今回もそうだから見てみたら、あ、やっぱおもろかった、ガチモンゴル。そう、
前回はラストマン、あラストマンさ見損ねて見なかったの。ラストマンでもね TVer で1話と2話と3話かな、1話と2話とあと最終話がまだ残ってた時に1話見てえおもろっと思って、2話見ておもろっと思って、であ次もう何か最終回か、まあでも一応見とくかと思ったらもう最終回はあれな、あれはいいね、あの終わり方はさ、声でかい、あの終わり方はさ、その長く見てきた視聴者的にはどうだったのかな、あれすごい良かったと思う、私は良かったと思う、あれ。そうつながるみたいな、マジっすかってなった。カリさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございますうん。宣材写真の私服は何回か洗濯してる、洗濯ぐらいするやろ。ドラマ見てる時間あるなら LINE 返してあげない、うわまだ返してない、あー返してない、返さなきゃ。私は誰だ、3人ぐらいに返してないんだよね。1人でしょ、もう1人でしょ、あと1人誰や、誰か返してないね。あと1ヶ月前に返してない子もいるんだよ。まあどうしよう、あと1人、あと1人誰に、あと1人誰だろう。なんか3人ぐらい返してないなっていう記憶の片隅にあって、本当に返さなきゃいけないの分かってんの。でもね、なんで返せない、なんで返さないかっていうと、なんか何々、なんだろう、例えばこの日こういうのあります、よかったら来ませんかっていう LINE とかに、あのスケジュールをいつにしようかなって、いつにしようかな、でももうすぐ、もうそろそろ決めよう、でも一応既読しとこうみたいな、また連絡しますの一言すればいいんだけど、あーもうそれができない。俺出てたよねってツイートしてたわ、ニノ。あそうなの、ツイッター、あ見てないですわ私。あこれ、この T シャツ久しぶりに着た、埋もれてましたわ。フィギュアは集めてないね、ぬいぐるみは集めてたりするけど、最近はでも買ってないかも、あんまり物。いや本当に、なんか本当なんで私こんな既読無視しちゃうんだろう。その3年前から既読だけつけて返信してない子はもしかしたらもう LINE も変わっちゃってんじゃないかなって、アイコンがずっと一緒だから。その3年前、私卒業発表した時なんですよ。まあ8月7日に卒業発表したからもうちょっと後だね、の時にその卒業したら何するの的な LINE が来て、なんて返そうと思って、って思ってるうちにって思ってるうちに返してないのよ、返してない。あとはあとどうでもいい報告の LINE とかが来たら、なんて返したらいいんやろこれみたいなとか、あとなんか同級生が結婚入籍して、でも最近ってさ結婚式をや、私は昔は入籍したら結婚式を挙げるのが当たり前と思ってたけど、最近ってそうじゃない人も多いじゃない。だからでもさ、だからといってさ、結婚式やるんとか結婚式呼んでやみたいなのもちょっとなんだろう、返信しづらいかなとかで、まあいろいろ話の流れで、あのそしたら友人代表としてもう号泣スピーチ、あの言ったるわみたいな。けど高校の時は仲良かったけど、別にそっから遊ぶとか全然そういうそこまでの仲じゃない。うん、したらなんか爆笑、何やっけな、なんか
そんなせんで的ななんかっていうラインが返ってきて、でもさそこでさ私だって冗談で言ってるからさ本気じゃないから、でそこでさなんでやねんのツッコミもおかしいやんか。だからといってさ分かってる分かってるもうさへんじゃん。えそうすると何て返そうか。1ヶ月経ってますね。はい、石塚さんなの。違う、本当にねマジで既読無視してしまうんよ私。マジでさ最悪だよね。悪気はないんだよ。後で返信し、え、なんで後で返信しようって思っちゃうんだろう。だから気使っちゃうんだよね。この人にこういう、なんて返そうかなみたいな。例えば親だったらすぐポン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 って返せるけど。なんか、ね。どうしよう、あ、まあ、後で返信しようとか、え、なんて返そうかなとか思ってるうちに、だから文章の途中まで打って、でしばらくあやっぱ後でやろうと思って結構放置しちゃって、で、あ、そういえば LINE 返ってきてないなで見たら私がそのお疲れ様ですなんちゃらなんちゃらとか、連絡ありがとうございますなんちゃらなんちゃらなんちゃらみたいななんちゃらみたいな途中までの文章が残ってんの。あマジ LINE 下手下手や。もう下手とかいう問題じゃないよね。そうやっちゃうんですよ既読無視。紅白出場歌手やぞって返したらだるがらみやん。もうそれ、え、でもまあでもそういうめんどくさい返しをし合う中ではあるけど、それをさ永遠に続けてたらだるいやんか。だるいやん。返信しない理由は、うん、そうそう、返信しない理由なんてない。ただ気使うだけやね。気使いすぎてなんて返そう、うん、だからその人のことが嫌いとかじゃないの。嫌いとかじゃない。うん、本当に私今まで既読無視する人の意味が分かんなかったんだけど、やってまうんよなちゃんとあのスタッフさんとかにはちゃんと返しますよ。ちゃんと返す。うん、だってスタッフさんとはちゃんとさそういう連絡じゃない、仕事の連絡的なとか、ママに何時に帰るとか、なんか去年何に何やにみたいな。ライザーさん、かき氷とソフトクリームありがとうございます。夏ですね、夏ですね。だったらワイのコメントの返事にも気を使ってくれ。やだ、コメントしてね質問やなかったら解散でもええやん。質問やねん、質問なんやけど。うわ、もう、うん、だってほら卒業したら何するのとかさ。うわ、
無理に返さなくてもいいんじゃない、え返さなあかんねん、返さなあかん返事やねん、ほんまにほんまに返さなあかん返事なんよ、実はちゃんと返さなあかんねん、だからいやいや、返す、今日配信終わったら返す、返すよ、分かった、返すから、だってもうほらもう日にちがないよ、日にちが、日にちがないぞ、に今日は22になる、うげー、もうすぐ大阪に行くぜ、素直に謝って返す、あ私どれよくやるよ、ああ返信遅くなりましたとか、返信遅くなり申し訳ございませんって、そうそうよくやる、あかわいい、はずれ、ちょっとちょっとおでん屋おでん屋のファンレベルが上がりました、えこの猫な気になっててん、なんやろうと思ってておでん屋がハズレを引きましたっていうのが出てるで、めっちゃおもろいやん外れたってLINE 返したら連絡ください、連絡先知りません、山ちゃん食べて、いただきます、半分どうぞ、いただきます、えい、配信中には返します、返しません、ラジオ配信にしたらでき返せるけどね、あー LINE 返さなきゃ、新幹線メロディ、今までので良かったのに、まあいいのよ、 LINE はちゃんと返す、このあと返す、あーめんどいなー LINE って、もう電話してくれたらいいのにな、もういいよ電話、もう電話すぐ出るから、もういつでも携帯持ってるからさ、はいもしもし何ですか、はい、あー何日ですか、あいいですよ、はい、あはいはいはい、あ分かりました、はい、じゃあ何日にお願いします、あはい、あそうですね分かりました、もうこれで十分、 LINE のさあ既読ついた、あとりあえず送った、いつ既読つくかなみたいな、もういい、 Mac で買ったもの見る、ダズルシャドウ、レッツロール、アイシャドウですね、アイシャドウ、じゃあプライオリティ歌ってみようか、嫌です、嫌だ、触らんな、なんかピンク、ピンク、オレンジ、茶色、何色これ、まあとりあえずギラギラしてるのは分かりますかね、言った言わない問題が出るから電話しなくなってる気がする、あーなるほどね、記録に残らないからね、私あの時言いましたよね、いや聞いてないよ、いやなんか言いましたってっていうやり取りか、なるほどね、連絡苦手や、あの自分から送ることはめっちゃできるしめっちゃするんですけど来たものに返信するのがもう病気や、なんでディオールじゃないんですか、えディオールには私の求めてるものがないからです、このギラギラのマックのシャドウが欲しかったんです、で美容部員の方にアイメイクアップベースというものをねおすすめされまして、いやそんなんいらんわって思ってたんです、いらんわって思ってたんですけど、実演販売してもらったら本当にすごくて、えこんなん
え、買うしかないやんってなってつい買ってしまった。うまくお姉さんに乗せられて買ってしまった。だってもうほんまにすごかってん。あのアイシャドウは皆さんあんまってか、まあ塗ったことがないと思うので説明すると、まあ今もアイシャドウ塗ってるんですけどね、どうしても皮脂汗とかで落ちてきちゃうんですよ。密着度はあれど、やっぱり塗りたての発色というものはどうしてもなくなるもので、で、まあ、マックのこのシャドウはまあ、そもそもの発色が最強なんですけど、私はこれ SM オペラの時に使いたいと思っていて、まあ、確実にカナリア条約熱いらしいんです。熱いんです。熱くてもう分かるねん、ケーランマジ汗だくやろなっていう、もう想像できるんです、あの暑さ。そうだから、もちろん色持ちを良くさせるため、今ねアイシャドウ塗ってるからちょっとあんまり意味ないと思うんだけど、キャンメイク東京のそうだね、8倍ぐらいの値段かな、10倍は言い過ぎだからな。キラキラすごかったよほんまに。この普通に塗るだけでもまあ十分な、わかりますね、十分な発色、ラメほらキラキラしとるでしょ、キラキラしてるんですけども、これがまあ汗とか水でねシュッてやった時にあっという間に落ちちゃったんです。ところがどっこい、この魔法のクリームを塗るとですね ほんまに米粒程度でいいらしい。怖、なんかブチブリブリアって出そう、このタイプ嫌やで、これ高いねんから、高いクリームなんやから頼むで、変なめっちゃ出るとかやめてな、マジで。出ないんですけど、こんなもんかな。なんかさ、マックのお姉さんってさ、なんかちょっと怖いイメージあってんけどさ、めっちゃ優しかった、めっちゃ優しかった。どこに塗った私、あ、すごい ほんまにすごいと思うねんな、これ本当に今同じぐらいの量を、あー見えない、わかりにくいね、本当に密着度がちゃうくて全然。こっちだと分散されるラメもピタッてピタッて、わかる？まあ、とりあえずこっちが魔法のクリームを塗った方で、こっちが塗ってない方ね。本当にね、すごいの。こっちはもう本当塗っただけのサラサラなんだけど、こっちはもう密着してる感じ。マジですごいと思う、これ。すごいんです。感動しました。お姉さん、リナッチより、いやー、結構年近いように見えましたけど。言うて私も24ですから、お姉さんと同じぐらいに見えました。マックはプラザに売ってない。諭吉は超えません。諭吉は超えないけど。ででーん。めっき。24アワーだから、ほんまに落ちひん。
だからこれでケイランが汗をかいてもこのラメは落ちない。落ちない。どこのマック？お姉さんに会いに行かなきゃ。行かんでええねん。でも本当にマックのアイシャドウどれも可愛くて集めたくなっちゃうぐらいだった。超好き。私の求めていたこの発色、色、発色のこの何色味とキラキラ、やっと出会った。どうしたらキラキラしてんの伝わるかな。黒髪少女よ。買おうかなと思ったフィギュア。1、10、100、1000万。え？高っ。高すぎない？それどんな、どういうこと？それはさすがに私も手は出さないかな。マジでなんかもう薄付けにすれば普段でも普通に色が可愛い。超可愛い。可愛すぎるこのアイシャドウ。やばい。やっぱさデパコスってさ、やっぱちょっとお金出すだけあるなって毎度買うたびに思うね。やっぱだからといってデパコスばっか集めるのはちょっと狂いそうだから、そう、それはさすがにほどほどにしますけど、だからたまにこういう風に買ってやっぱ普通と違うんや幸せがいいかな。ほんで通販サイトの決済終わりました。終えてない。ほんまに何を、あと何かもうちょっと何か買いたいねん、もうちょっと何か買いたいねんけど、もうちょっと何か買いたいねんけど、そのもうちょっとがね決まらんくて、で買えてないんです。だ今日こそはって思って2週間ぐらい経ってる。そもそもそのこの間大阪に行く時に行きの新幹線帰りの新幹線で決めようって思ってて、決めようって思ってたのにおかしいですね、決まらない。荷造りそんなしてるわけないやんか。イベントの会場決めてないって思って、私グッズアクスタ作りたいねん。アクスタ作ろうと思ってさ、そうサイズさこの間のすぐ出てくるかな、これスペキツのアクスタさめっちゃ小さいやん、めっちゃちっちゃいやんアクスタ、だからこれの2倍ぐらいの大きさで作りたいなって思って今調べたんだけど、アクスタの通販サイトが多すぎてきっと8月に注文しても間に合うであろうから、撮影してすぐにデータもらって来週撮影するんです。またそうだからそれはその時ですね。はい、2930の服は2929じゃないよ、26。でもって26ももうすぐやんか。あ、はあ、頭抱える。
待って、7月さ暇余裕ぶっこいてたくない？え、私18、19、20、21何してたん？え？何したっけ私。え？友達と遊んでないよな。え？怖っ。今年生誕祭やった場所はありだよね。あそこ綺麗だったよね。そう、検索しなきゃ。アクスタの 3D がフィギュアやで。3D フィギュアは大丈夫だって。ちょっと顔さ、キャラクターとかやったら可愛くなるけどさ、人間の顔フェイスはちょっとあんま可愛くない。アクスタが一番。あー、私ディオールの商品持ってないですね。シャネルはね、昔ね、女の子ファンの子がくれてね。やっぱシャネルもすごいですわ。やっぱね、綺麗、色が綺麗。くしゃみしそう。なんか見ててな、見ててな、みんな伝わるかな。伝わってほしいな。この色が結構好きで。一個も伝わらんかった。全然あかんやん。何も伝わるもん何もなかったわ。ごめん、まあ、またいつか、またいつかね。そうだ、これとマックのシャドウをちょっと組み合わせたら最強なのではないかと。何色、ね、これ何色って言うんだろう。ツヤだけの色。なんかちょっと綺麗に見せてくれる。あー楽しみ。物ばっかり揃えて、形ばっかり。乗っかった瞬間分かった。本当？等身大抱き枕、いや私が嫌やし、持って帰るの大変やし。みんなツヤは色ではない。そうやね、だから色じゃないねん。色じゃないのよ。ゴールドとかじゃないの。もう今何塗ってもまつげが可愛いから。ただただまつげが可愛いだけの、うん、まつげがついてる。で、意外と私オレンジ系のシャドウとか似合うんだよね。薄いベージュとかより。これは現役時代から思ってた。で、ほんとこのキラキラ可愛い。キラ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 よりもギラギラギラですね。これは何の話ですか？え、いやリアルに18、19、20何してたんだろう。山ちゃん似合う、ありがとう、ありがとう。そう、似合っちゃうんですね。何しとったんやろ私。ああ20日はあれや、ビジュアル撮影してたんや。けど1日かかってやってたわけじゃないのにな。ダメだ、私は一日の使い方が下手すぎる、下手すぎる。カレー大好きのファンレベルが上がりました、ありがとう。もうすぐでファンレベル10だね。バタヤンさんハートありがとうございます。こんばんは。
リトルマーメイドは16か17やな。浅草なんてもっと前だし、だって起きるのが遅いんやもん。それだけは言わないお約束じゃない。え、図星するな。ダメ、それは禁句。それはダメです。それは一番言ってはいけない言葉です。そうね、何してたんやろ私。こうして7月が終わっていく。ひ、待って、ねえみんな、あのツイッターにさ、いろいろさ予定を書いたじゃない。予定ってかやらなあかんこと、とりあえず一番の最優先としては LINE を返すこと。 LINE を返す、さっさとネットの決済をする。え、だって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 1週間以内に届いてほしいものなのに、大阪に行くまでに届いてほしいものだから、もうマジで今日注文しないと届かない。届かないよね、届かない、やばい。7月終わりには大阪に行くんだから私は。まずいよ。で荷造りもしなきゃいけない、3週間分の。オーマイガー。あー待って、今週中にゲスト誰を呼ぶのか、ゲスト場所内容決めなあかん。こんばんは。ちちちだから SM オペラのセリフは稽古がまだ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 先やから、まだ先やから根性で私はできる人やから、絶対にできる人やから、なんなら26のイベントが終わってからでもいける。つまり明日も予定があるけど、それは夕方には終わってるから、23って何がある？あ、23はちょっと行く場所があんねん。あーどうしよう、きちい。24はなんもない。25も、あ、24予定あるわ。25はなんもない。あー24、25でも家族で買い物するかもしれへん。あ、26がでイベントやろ。でもそれは夜からやからまだいけるな。なで27は、あ、撮影ですね、撮影があります。28は穴もないかもしれへん。待って待って、ほんまに荷造りするタイミングなくない？えピヨピヨピヨだる。23俺の生誕祭やで、しんどいって来る。どこですか開催場所は。え、ほんまにこの魔法のクリームにの上に塗ったシャドウのきらめきがすごい。ほんとにキラキラしてる。後ろのゆらゆらしてるのワンピースとかズボンですかね。ズボン、ゲストのミオンタンとチェキ取りたい。いいね、ミオンちゃん、要検討やで。ミオン、うん、だから早く声かけないとみんなも予定埋まっちゃうからね。え、本当に早くした方がいい。ちゃんとしようね。ね、で本当はえみち、コナミン、あっちゅうくらいが8月19日に大阪にいたらもうめちゃくちゃ嬉しいんだけど、きっといないよな彼女たちは。彼女たちが大阪に来るなんて目きっとレアだから、きっとないだろうから。あー、8月末の小学生状態、ほんとそうだよ、やばい。あと理科の宿題と、あ、自由研究、あと、あ、日記。え、ねえねえママ、7月30日の天気って何やったっけ。一言日記書いてない。あ、健康状態全部良い。はあ、やばい、まずい。すごい、8月末の小学生状態って本当に完璧な例えすぎる。
や正直言って8月のその10私16か17に帰ってきたんです東京に。でそっからその2回のイベント以外何も予定がなくて、うわ暇やわもうマジ何しようみたいな思ってたけど、ほんまにやることめっちゃあるやんか。できない私あのやらなあかんね。静香さんの新幹線代出すからなとか、えマジ出してくれんの。ありがたい、それはとてもありがたい。えけど一日だけのために来てもらうのは申し訳ないよ。エミーッチは多分舞台で東京やな。うわ無理やん、無理やんか。どうしよう、人脈が人脈が問われるよ本当に。だ大阪で活動してる子がねなかなかいない。大阪にいて今もそういうイベントに出てもいいよって言ってくれる子が、うん、あ読書感想文書いて自由研究もやるのほんまにやばいわ、やばい。何が一番やばいって SM オペラのさセリフなのよ。やばいのスマロの三姉妹編の方がマジもう喋りすぎ、ケイラン喋りすぎやってほんまに。三姉妹の名前がチャオリン、ユーリン、イーリンっているんですけど、チャオリン、ユーリン、イーリンが覚えられへんねん。何々はチャオリン、何々はユーリン、何々はイーリンっていう、そういう説明とかあるんだけど、あだし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 、黒トカゲ編は結構会話が多くて、でこれ去年の SM オペラ本編で見たセリフや、これ完全に音合わせのセリフやみたいなとかもあって、ちょっとやばい、シンプルにやばい。いやだからね本当に鬼なのよ、少ない稽古の中で2つの公演を同時にやるって結構鬼なのよ。うん、みんなでそわそわしようぜ、やめてやめてやめなさい。セリフはしょってもらえませんか、頼む。いやそんなことはしない、そこは私のプライドがありますから。マジでやばいな、スマロ編がほんまに1行目ですら覚えられへんとか言ってできちゃうんですけどね。どん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 、あなんちゃらかんちゃら、なんちゃら、うわなんで、ママー、あーダメだ、もうほら何もセリフが出てこない。終わった終わった、弾丸で覚えたあのセリフももう忘れちゃったもん私。この間のあー思い出した、外国人居留地を走り抜け北京路一直線に駆け抜けた、北京路のレストランからジャズバンドのスイングが追いかけてくる、なんだっけ、ラッパの悲鳴が略奪を誘い、サクソフォンの憂鬱な音が追いすがり、地響きするベース、無知のようにしなるドラムに追い立てられ、街路じゃ男も女も狂ったように腐ったマンゴーを踏みつけて踊っていた、どさくさに紛れてどうやって甘い果実を吸うか、人々はそんな話をしながら甘い果実を踏みつけて踊っていた、みたいなセリフがなんか5個ぐらいあるんですああ私は銀幕の中から視線で客を縛り、視線で客に縛られる、縛りたい縛られたい、それは混乱。1930年上海疎開、創造しい街の創造しい兵士たち、鋼のような強靭な肉体をしても倒せかびる米軍兵士の馬で思想に侵され、やつれ切った日本軍団と、何だっけ、生めかしい白い肌で唇をなめるフランス兵士、うん、ああ己を律し続けるイギリス軍兵士、縛りたい縛られたい、あ兵士たちの中で上海はまるで、ダメだもう忘れちゃった、パニって歩けど楽しそう
投げ今夜のリナッチめっちゃおもろいって、やった。縛られ役なったらセリフ少なくなるで、縛られ役はやりません、やりませんよ。やっぱさ、ゆいれん編やばかったよなって改めて思う。いやー、ケチョウも切なかったけど、お話がケチョウには来世幸せになってほしいけど、ゆいれんパフォーマンスがやばかったよな。もうみんなこんな感じやればできる子になって、そうやねん、できんねん、できんのよ、実はできるんです私。ただいつもショールームで毎度毎度やばいやばいどうしよう、ほんまにケイランのレベル超えたみたいな、そんなことばっかり言ってるけど、本番見に来てもらったら分かります、ちゃんとやってんねん、ちゃんとやってるっすよ、ちゃんとやんねん私、ちゃんとやるから、うん大丈夫、 SM オペラのセリフはなんとかなる、うん、ただ早く LINE は返信しよう、 LINE は返す、通販サイトの決済をする、そう、あと1300ポイント貯まってる通販サイトもあるから、それもできれば使いたいのよね、それもね決めれないんだよね、あー困った困った見たからちゃんとやってるのは知ってるよ、ありがとう、見てくれてありがとう、はあ嬉しいわ、嬉しい、ありがとう、みんな来てくれてありがとう、来てくれ、あー荷造りしなきゃ、3週間分の名刺も忘れずに、26と30はやばい、こんな深夜に3年ぶりに LINE 返ってくるなんて怖いわ、いや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 、あのさすがに3年ぶりに LINE はちょっと返されへんかな、ちょっともうやめとく、だってさ急にさ卒業したら何すんのが3年前にさ LINE 来てさ、でさ3年ぶりに来た LINE がさ今舞台とかやってるよってやばくない？ちょっとさすがに遅れないわ、もうごめんね、ケチョウの先生マクマにお話ししたけどめっちゃおもろいお姉さんでしたよ、お話ししたん、あそうなん、ケチョウの先生って遠藤さんとお話ししたってこと、いいねいいやん、怖すぎだよね、でもね LINE のアイコンが変わってないの、一生変わってないんだよね、だからきっともう変わってんじゃないかなって思うわけ、私は、私は LINE のアイコンとホーム画面コロッコロ変える人やね、もうコロコロ変えるの本当に、でもしかしたら3年一緒の子もいるかもしれないじゃん、一応 LINE してみる？ LINE してみようかなこの深夜のノリで、保険の勧誘バリアね、それは、いや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 、3年ぶりおもろすぎ、しれっとこんばんはから始めてみる、もしかしたらほらもう LINE やめてるかもしれないから、一応送ってみる、3年越しにしてみる か、 だから高校の時の友達で高校のグループ LINE にも抜けてないんだよ、なんかさ LINE って2パターンあるんだよね、もう完全にそのアカウントを消すバージョンと、あとただログアウトしただけで別のアカウント作る場合と、だからさもう退出しましたとか退会しましたとかっていうのがあれば、あもう変わっちゃったんだ残念ちゃんちゃんだけど、それがない場合ちょっ
った本当に。うんうんって感じ。何してみるか。悪くないよね。だって別に良くない。だってもう仲良く仲でも3年会ってないだ3年会ってない時点でそんな仲良くない認定やけどけどさ、シラフではやめた方がいいと思う。私今シラフじゃないから、お酒入ってるから一応聞いてくれよ。私梅酒のソーダ割りが飲みたかったんや。飲んだら梅干しの味やってん。もうどういうことと思って。ちょっと商品名言うと、まあ、商品名言うと男梅サワー缶の、そう缶のものを飲んだんです。ちょっと違った。あー梅酒と思って、梅酒と思って飲んだらさ、男梅めっちゃ梅干しマジかみたいな。めっちゃ梅干しやった。あー機種変更してたら LINE もリセットするタイプの子なんかな。つらい。いや LINE はする。とりあえず終わったら LINE は2人返信してなあかん人がおるから、とりあえずするよ。返信する。はい返信はします。返信する。カナリア条約の入り口のところでお話ししたよ。ダンス床に伏せる時の音がすごい。すごいよねあれ。バーン。いいね。優しい素敵な方ですよ。今度8月の時はいらっしゃらないかな。次は10月かな。今日はこれはって、私は梅酒のソーダ割りが飲みたかったんや。ちゃうやん、梅干し味なんて聞いてないやんかそれしょっぱいよね。確かにしょっぱかった。甘くなかった。ザクロチューハイ、あーこの間の韓国料理のお店の美味しかったよ。ナンバの。寝れなくならないか心配。いやもうねすでに私久しぶりにお酒飲んだからさ、眠くなっちゃって眠くなっちゃって1時間半ぐらい実はもう寝ちゃってるんですよ。そう寝ちゃってて実はそう梅酒がさ売ってないの。うちの近くにノンアルの梅酒は売ってんだけど、ひどいよね。梅酒売ってくれよっていつも思う。とりあえず LINE は送ろう。 LINE から始めよう。 LINE 今日も電話を待っているよ。ん？ LINE の返信が気になってってこと。何の話。ノンアルの梅酒ってただの梅ジュースだね。そうでしょ、梅ソーダでしょそれ。梅酒じゃないのそれ、うん、あー LINE の返信が気になって寝れなくなるってことね。あそれはねもうグースか寝ますね。私気にせず寝ちゃうそれはいつも。うん気にせず寝てしまいます私は。なんならうーん次にパッと起きた時にロック画面に通知が来てる方が私は好き。好きですねそのもんか。まあ返信が早いに越したことはないですけど、
え、だから早く返した方がいいんだって。私は返した方がいい。本当に最低。私だから、私と LINE することはおすすめしません。既読無視された、嫌われた、3年ぶりに返信が来る可能性もありますから、してみるか。ストカンは飲んだことないですね。なんか怖くて飲んだことがない。明日起きた時は夕方かな。あはは、いや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 、なん夕方に起きるわ。もう明日はやらん。明日はちゃんと起きるから、これは言った。私は明日起きる。明日予定があるから起きるね。起きるし、 LINE は返すし、通販サイトのカートは早く空っぽにする。とりあえずこの2点が先だと思うんだよね。逆に早く LINE 返さなきゃ怒られそう。そうだから23日の予定の LINE をまだ返してないわけ。やばいじゃん。22日になっちゃったじゃん。あと20、んだ、来週26から29かな、わかんない。それの LINE も返してないね。期待を裏切らないリナッチだから。何期待してんの。遅く起きる期待ってどういうこと。いや、私は明日11時までにツイッターでおはようって送る。ツイッターでおはようって言う。おはようって言う。なんかさ、 LINE でさ、こっち側としてはさ、あんま深夜に送るのってまあ良くないかなみたいな。やっぱ誰しもあるじゃないですか。もし相手が起きているのであれば、誰でもいい。私は深夜まで起きてるから、誰でもいいから待ってる。え？逆に早く LINE 返さなきゃ怒られそう。あー、リナッチが怒るってことね。あ、それはあるかも。早く返して、なんでいつまでも既読つかないのとか。そう、私の一番の親友ちゃんがそうなの。いや、毎日絶対携帯見てるやんみたいな。既読なんでせんのかなみたいな。あるねん。ある、それめっちゃある。逆に早すぎても怖いけど、7時とか8時に。あ、起きないです。あ、目覚ましたりはしますよ。跳ねすぎたかな。時計、7時47分、朝やん。あります。あー、そろそろ終わろうかな配信。 LINE 返さなきゃいけないし、返さなきゃいけないし。こんばんは、初見いらっしゃいませ。ようこそいらっしゃい。よかったらコメント待ってます。フォローも待ってます。 LINE より電話の方が早く伝えられるから電話する派。本当に電話がいい。電話がいい。あの、あ、何日ですか。あ、そうですね。あ、いいですよ。はい、わかりました。とか、あ、ちょっと待ってください、予定確認しますね。うん、あ、いいですよ、行きます行きます、でいいんだけど、なんかさっき誰かコメントでね、電話だと言った言ってない問題、その記録に残らないから、そう、それが起きてしまう。そういうのを防ぐためにもやっぱりちゃんと文章で残した方がいいみたいな話になったの、さっき。うん。ケイトのおはようございますツイート、見てない見てない見てない。来たばっかり。もう実は1時間喋ってんの私で、 LINE 返さなきゃいけないの私は。あ、今のほくろ状態みんなに見てもらおう。ほくろほくろ、
色が薄くなってる。やばい、すごくない？みんな見て、すごくない？シロリナダブルブッキング事件起きちゃう。いや多分起きない、起きない、起きない、それは大丈夫。ね、本当に全方面から私は連絡を待ってる。私と LINE 友達の人全員から連絡待ってる本当に全然行くよ。なっちさでも大丈夫かなとか、リナッチです、リナッチと遊ぶ、ご飯、いやでもみたいな思わんといてほしい。ちょっとでも私が頭の片隅にいるのであれば、もう連絡してくれたら、あ、ちょ、何日やって空いてるよって。もう本当にね、卒業したメンバーとかさ会えたらやっぱ嬉しいし、私は誰も会いたくないとかないし、ね、すごいめっちゃ色薄くなってる。病院のさ、その先生にさ、なんかあと残りますみたいな、なんかくぼみますみたいな、めっちゃ落とされたけどさ、え、もう私再発する可能性がありますみたいな、え、もう十分すぎるんだけどめっちゃ脅されたけど、だって心配になるやん、そんな言われたら。じゃあめっちゃ傷跡残るんかなみたいな思うやん。うん、こんなもうこれでも十分やって思っちゃう私は。でもまだ1ヶ月経ってないからね。そう、根っこのさ、ここほくろになりそうみたいなの今んとこないです。強いて言うならこれかな。でも多分大丈夫な気がする。よし、1時になるまでに全部 LINE を返す。3年ぶりにも LINE 返してみる。これで返信がずっと来なければ、もう LINE を変えてしまったということで、ちゃんちゃんです。はい、一生連絡が取れませんやってみよう、レッツチャレンジ。では13位からいきますね。ひーちゃん、ニック、ビビビビビ、博多の山さん、ギリギリみやちゃん、あっちちゃん、ドラッピちゃん、コラコラちゃん、マソーちゃん、トムちゃん、バタヤンちゃん、おでんやちゃん。1位が山ちゃんでした。ありがとうございます。ありがとう。今日はなんかいっぱいギフトがもらえた気がして嬉しい。ありがとうございます。 Y の DM に返事は返ってきません返ってきません、来ませんね。見てはいるけど、多分送ってる？インスタのストーリーとか DM っていうか、もうあれコメントだよね。うん、ありがとうございました。いや、こちらこそ。はい、やることが終われば終わるほどちゃんとツイッターに書こう、何々終わりましたってはい、おやすみなさい、またね、ありがとう。